皆さんこんにちは。今日もアコーカロンやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回ボスが来てかなりやられてしまいました。ということでこれ地面を、コンクリート製に直して、もう一度防御を築きたいと思います。ちょっとあとここですね、砲台が真上の方を向けませんでしたので、まあ1列伸ばして、いや1列じゃちょっと足りないかな、2列伸ばして防壁もできたらコンクリートにしていって、でカノン砲をちょっと置いていきましょう。あと使い魔の方はポイントは2つですね、溜まってますね。あと1個混ぜて3を作りたいのでもうちょっと待ちましょう。今の時点でもちょっと採掘のやついるんで欲しいといえば欲しいんですが、まあとりあえずここは OK。 あ、金がありますので石灰岩と金を目指してとりあえず下は掘っていきましょう。かなり掘ってきましたね。金とか鉄結構ありますので、ここでしっかりと取りたいところですね。一応バリスタの弾は120発、それとですね、カノン砲の弾も今96発できていますので、まあこれで防衛関係は大丈夫ですね。あとは必要な資源をしっかりと取っていくと。食べ物は焼きポテトをメインにしていますが、まあこれで問題ないと思います。石灰石の方もいっぱいあるので、まあ、今からコンクリート作れば問題ないですね。鉄と金もありますので、まあ、問題なしです。で、下の方には、ああ、いけますね。これ爆弾でドーン。はい、こちらはなんだ？鉄鉱脈か。鉄鉱脈の場合は、今持ってるハンドドリルでいけるのかな？こちら行けましょうかね。ちょっと行けないみたいなので、ここは掘っておくと。どうしようかな。もういいや。全部掘ってまっすぐにしてあげようかな。はい。こんな感じで進めていきましょうか。まあ、こちらようやくですね、土台の方は出来上がりましたね。ということで、ここ防衛の方、まあ、コンクリートちょっと足りていませんが、まあ、作ることを前提に、こちら防壁の方を入れておきましょうか。で、攻撃の方はどうしよう。ロケットランチャー入れるか、まあ、可能砲でいいか。カノン砲を2機とりあえず入れておく形にして、あとどうしましょうかね。後ろの方のアリスタ系を少しロケットランチャーかなんかに変えてみましょうかね。ちなみにロケットランチャーの幅はバリスタと同じですので、まあバリスタ1を後ろに置いておけば、まあ、問題ないのかなと思います。で何が足りないんだろう。鉄と石か。鉄が鉄一気になくなりましたね。鉄がないということなので、まあ、こちらは、後で、まあ、ゆっくり作ってもらいながら、いきましょう。それとですね、ここ終わっちゃったのか。鉄を取ってた場所終わって、さらにですねこちらですね、電動で掘ってくれる機械を取り付けましたので、採掘は今後は楽になりました。ちょっと待てよ。今のうちに他を、掘っていきたいので掘っていきましょうか。さあこちらの方に金の鉱石もありましたので、まあ、鉄取り終わった後そのまま移設しましたね。やばいやばい。こちらの方が、いけないようになっているので、まあ、これを取るためにもはしごの方を入れておきましょうか。ここは炭がいっぱいありました。石炭いっぱいあったので、まあ、ここは爆弾で一気に爆破してしまおうと思います。で、こちらの方、ロケットランチャーつけようと思ったんですけど、普通のバリスタよりもう一段階、範囲が必要でしたので、もう一個バリスタ後ろに下げています。で、現在、鉄が全然足りていませんので、急いで鉄の方を作ってもらいましょう。さあ、一応ですね、こちら防衛の方は完成して、ロケットランチャーも完成、そして電力の方も増やしました。で、現在今、弾ですね。ロケットランチャーの弾を作っているので、こちらを頑張って作ってもらいましょう。一応これで防衛面は大丈夫なのかなと思いますので、どうかな。まあ、敵が攻めてきて、ロケットランチャーの威力をちょっと見ないとわかりませんが、かなりいい感じで、もうやばいぞ。嵐が接近中ですとなっていますので、まあ、これ明るくなって、
で次の夜なのかな、は出発しないといけない感じですね。まあちょっとまだ余裕はありますので、大丈夫そうです。弾ができ次第またちょっと出発の方は考えましょうか。さあそれでは嵐が来るので、場所を移動していきましょうかね。次のところは何だろう、この黒いのが取れる金か、そしてこれ金ですよね。下の白いところに行くと、とりあえず、もう右にしか行けないので金とかですかね。で、こちら鉄、木材、石。まあ、ちょっと木材はいらないんですけど、どうしようかな、ダイヤ。両方だ。まあ、ここ黒色は両方あるな。上の方を通っていくようにしましょうかね。はい、ということで一番上のラインちょっと行ってみましょう。まだ一人、あと一人いますので、こちら集合するのを待ちます。石炭積みとか取れなかったのか。で今回はロケットランチャーが備わっているので、まあおそらく問題ないのかなと思っていますが、どうかな。カノン砲をもう一機作れるのであれば、ちょっと作っていきましょうかね。バリスタの方が、どうかな。これ、真上の方にちょっと撃つことになるな。少しバリスタの位置を変えましょうかね。ここ、いけるのかどうかわかりませんが、バリスタ3列目置きましょう。次の地域着いたら、これ、高さをもう1段か2段、高くしましょうか。ここかなりの間空いていますので、もう1段かな、上げてもいいかもしれません。ということでここをさらに、移動させて、これ移設した後じゃないとできないのかな、移動させて、ここにもう1機カノン砲を設置していきましょうかね。さあ人来ましたね。で出発していきます。これ大丈夫かな、戦いの途中にこんな移設とかして大丈夫なのか分かりませんが、とりあえず行きましょう。で特に、あ、そうだそうだ、優先順位変えておきましょうかね。運ぶのが早い人は運ぶやつを最優先にしていきましょう。採掘よりこっちの方が優先と。採掘ない人も優先が、まあ、建築家ならこれでいいか。はい、ということでこれで少し早送りで見ていきます。ロケットランチャーがどれだけ強いかがちょっと楽しみですね。さあ魔物が接近しているよということで、ああスタミナが一番高いやつです。ロケットランチャーもう撃った。あ、105、これあれかな、可能砲がある40とかなので倍ですね。 2.5 倍か。いや強い、威力がまあ強い。ということで、まずはここを倒したい。はい、撃ちました。いいね。ロケットランチャーめちゃくちゃいい。ただ、硬い。さあ、投石機の方も、撃ち始めましたね。いやー、ダメかな。これ、移設完了しないな。さあ、とりあえず移設したら、ここにカノン砲の方を作りたい。もうこれ、作っておくか。カノン砲1機作る。ロケットランチャーはどう？材料が足りないのか。ロケットランチャーでもいいかもしれないな。ロケットランチャー2機にしておきましょうか。材料が足りていませんので、まっすぐには作れませんが、まあ、この戦いが終わった頃になんとかなればいいかなという感じですね。あ、結構早いな。もうあと6キロでいける。敵の方は来ていますね。体力が多いやつ。お、真上は来てないよ。さあ、これで、よし、オッケー。ロケットランチャーに弾が込められてない。弾の方は、ロケットランチャーありますね。44発。問題なし。よし、投石。投石機。頑張れ、投石機。なかなかあんまり使う機会がない投石機ですが、役に立っていません。あー、やばい、撃たれる。お、なんか、大丈夫か。さあ、弾入れてもらう。オッケー。とりあえず弾は運ばれてるので、なんとか、よし。でっかいやつを撃った。さあ、あとは、なんとかなるか。ああ、長距離。そしてなんか紫色の
イカみたいなやつが来てますね。あ、これ自爆するコウモリも来てる。気をつけないとやばいよ。さあガンガン撃っていきましょう。オッケー。これ20は何だろう、クリティカルなのかな。さあ、あ、上からも下からも来る。やばいぞこれ。結構接近されてるけど弾がない。あ、やばい、これなんかあ、やばい、なんか空から降ってきてる。まずい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 。なんかソーラーレインみたいなのを食らってますね。早めに倒してもらおう。おっ、あー、結構威力も高いな。さあということで、まああと1匹こいつ倒せばつく感じですね。次の多分魔物は気にしなくてもおそらく問題はないでしょう。さあ今のうちにちょっと修理入れておきましょうか。もう 300m なのでつくと思います。OK。 あ、嘘だ、最後ロケットミサイル撃ったな。はい、ということで次の目的地着きましたね。 OK。 さあ軽くちょっと見ていきましょうか。修理も入れて、見ていくと、じゃがいもとかがある感じですね。見た感じダイヤモンドとかもないので、まあ、普通に鉄とか集めるのにはいいかもしれません。で、そうだね、高さもちょっと変えていくために、一旦砲台はいろいろな場所に移設しながら、ここをちょっと作り直しも入れたいと思います。よし、ここにとりあえず、あ、ここはダメだ。あ、こう行くと階段が登れなくなってしまいますね。ということでこいつも移設しておくと。さあテクノロジーちょっと見ていきましょうか。テクノロジーの方はどうしよう、近代兵器どんどん作っていきましょうか。わあ、ガトリングシステムもあるな。はい、こちらですね、ワークベンチ、そして加工台、はい、こちら取っていきましょう。で、あとは、まあ、ここにちょっと製造だけ、ちょっとどんな感じなのか見るためにも、上の方に一度作っておきましょう。で、使い魔の方もちょっと見ていきましょうか。あー、使い魔がちょっと微妙ですね。人。そうか、ものづくり。まあもうちょっとで溜まるので、まあちょっと入れるのはやめましょう。同じやつ3体でちょっと伸ばしていきたいので、これはこのままちょっと保留にしていきます。はい、ということで今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきましょう。皆様ありがとうございました。